はい、どうも、トーストクチュードレンのつくもです。ということで、あかねルートパート22、続きからやっていきたいと思います。3日後、避難誘導の進捗は 70% といったところ、災害ラッシュは落ち着いていた。だが、二次被害から社会が回復することは絶望的と言ってよかった。世界規模の最悪ではどこからの助けもない。自力で助かるしかないのだ。荒廃は瞬く間に世界を覆った。電気、ガス、水道は立ちどころに機能を失った。一部給水車などが走っていたが今ではもう見ない。人々は慢性的に飢え、渇き、苦しんでいた。来世側の管理組合と連絡が取れた。向こう側から一部水と食料を供給できないかと提案した。断られた。向こうの資源は今後人類を生存させるための貴重なもの。閉鎖環境、環境内部で循環させねばならないもの。避難さえすれば医療と食事はいくらでも提供するとのことだった。人々は活力を失い、生ける詩人のように座り込んでいる。テレビはほぼ全局放送が途絶えていた。たまに聞くラジオは多少マシだったが、励ましの言葉や数少ない救出例の放置だけだった。その裏ではそこで救出された人間の何千倍も死んでいるはず。市内では全国紙の代わりに月刊テラが代行した。避難より編集と豪語する 月テラは本物だと思った。でも謎のヒーロー、人々を救うの記事だけはやめてほしかった。目下最大の危機は緑化の進行である。歌が世界中を埋めて以来、植物はすべて半魔物化している。森に近づくなど警告を発してもらった。生きたまま飲まれれば二度と出られなくなるからだ。しかし森の方が貪欲に都市を阻みつつある、蝕みつつある。風祭り市は森に囲まれた都市。空路以外で出入りすることは不可能だ。遅れている避難と森が死を喰らい尽くすのと、どちらが先だろう。有志を募り、森の侵食を食い止める伐採、チームが作られた。だが植物群は、ツタクサの一本でさえザエルのように強靭である。成果は期待できそうにない。ここは放棄するしかないですね。また人々を大移動させないといけない。地図を広げてみると絶望的な気分になる。緑で埋め尽くされた地域は市内の 45% を超えている。俺たちはもう皆地図など見たくもない気分だった。こことここの地域が分断された。もう行き来は不可能ですよ。ガス？はあ、選択肢は時間とともに減っていくわけだ。テントを出て空気を吸った。今生きている情報メディアの一つにインターネットがある。誰でも発信できる強みだ。海情報も乱れ飛んでいるが、主要な各地の情報を得る貴重な手段だ。世界中で死者は10億を超えているらしい。まともじゃない。そして今後もっと増え、最後には死滅する。空を見上げた。頭上を3機のヘリが通過する。プレッシャーを感じた。あれはガーディアンか。報道のヘリという感じではない、軍用機だ。神殿の方面に向かっていく。高速で飛来する影がヘリをかすめた。ヘリが1機、墜落した。残りのヘリに対しても空の魔物たちが襲いかかる。ヘリが一気に高度を落とし、搭乗していた者たちが飛び降りる。だが魔物たちは脱出者を許され、空中にいるうちに群がり、黒雲のようにたかった。魔物の群れが散ると同時に赤い血肉が霧状に飛び散った。さすがの超越者も空中ではなすすべなしか。なぜ兵隊を送り込んできた。そしてなぜ執拗に、迎撃をする。やはり茜の居場所は神殿の近辺にあるということか。そうだとしたら俺が見つけられないはずがない。人数が人数だし歌声だって響く。だけどヘリは確実に落とす。
空。本部ビルの上空に濃密な雲が居座っている。あの雲、不自然に思えた。一箇所だけ濃度が濃い。高度も雲にしてはやけに低い。異様な空の、ありさまにごまかされていたが、あの高さなら聖歌隊の歌声も聞き取ることはできないはずだ。無人の神殿に入る。この辺りはまだ緑の洗礼を受けてはいないようだ。階段で最上階を目指した。最後はよじ登って屋上に出た。外れか。手がかりは見つからない。仮に、高高度で、歌っているとして、茜たちはどうやって移動した？空飛ぶ魔物か？大掛かりな空話なんですかね、を可能とする魔物。聞いたことがない。でもわからない。わからん。久しぶりにめちゃくちゃ茜に会いたい。ただ会いたい。話をしてみたい。悪ふざけして、その後には真面目な話がしたい。遠い。あまりにも遠いのだ、そこは。2日後、避難作業が終了した。もうテレビもラジオからも何も聞こえない。ネットでも新しい書き込みはほとんどなくなった。緑は全てを覆わんばかりだ。風祭り市からは都市の面影は消えつつある。樹海とは言うが、文字通り緑の海が広がりつつある。市内に残っているのは十数名の誘導員だけ。そうですか、そりゃよかった。皆が笑う。人間、やはり死を受け入れるというのは不自然なんだ。理念で無理やり悟りに持っていく。それが人命救助などに携わっていると悟ったままではいられなくなる。生に触れるとはそういうものなのだろうな。もう茜を探し出す時間的余裕はほとんどないだろう。世界は明日にでも緑化の波に覆われる勢いだ。会えないのか、話せないのか。胸が詰まる。叫び出したくない。気持ちがぐるっと渦巻いて、閉じたまぶたが自分のものじゃないみたいに痙攣した。なかなか飲み込めないのだった。せめてもう少しまともに言葉を交わしていれば。未練がいつまでも喉元から動かない。はい、そうします。ほっと場の気分が緩んだ。罪深い人たちの輪は暖かかった。闇に慣れた目に大量の光が降り注いできた。明純王で視界がまぶしむ、なんすかね、皆がうめいた。歌が聞こえない。それは現世ではないことの決定的な証明だ。人工来世か。以前に見た光景とは随分と様変わりしていた。本物の風祭師に比べ解像度を落として映し取ったような街並みだった。住人の姿はなかった。死せる都市の荒涼感が漂っていた。今は人々が行き交っていて、全く異なる賑やかな印象だ。異国の地みたいだった。みすばらしい格好をしたいくつもの大きな集団が道路を埋めている。各集団にはそれぞれリストを持ったローブの男がついていた。避難民の、住居への割り当てが行われているようだ。住居は十分にある。50万人が暮らせるだけの許容量。避難民ばかりか、今後の人口増加にも対応できる。混雑はしていたが、混乱は起きていない。各避難路の、出口には受付が置かれていた。新しい住民票をそれで作る。避難してきた者は全員申し出ねばならない。俺たちはお互いに仕事をねぎらうと、その場で解散した。受付待ちは長蛇の列となっている。張り切って並ぶ気にはなれず、辺りを散策することにした。広場には怪我人が集められていた。少数の白衣を着た男女が動き回っている。この閉じた世界には電気も最新医療もない。
だから文字通りの手当てが主たる、医療行為となる。今までとは違う。死すべきものを強引に延命することはない。来世には来世なりの医療倫理が生まれることだろう。吉野の姿を探したが見つからない。どこかにはいるはずだが、別の場所では炊き出しが行われていた。調理釜が並べられ、何千人分ものシチューをいっぺんに作っている。人工ライスは地球の地理とは切り離された閉鎖空間だ。生態系を移植してあるという。風祭り市街の外には、地域が広がる。稜線も河川もそのままに存在する。それらを生み出したのは何万人という魔物使いが捧げてきた命だという。見えない命の力を充満させることで環境を安定化させる技術だ。ただここには太陽も月もない。代わりに上空を覆う雲が穏やかな光を発している。それは必要に応じて熱と風をもたらし、循環を下支えする。環境破壊に対する耐性は乏しい。汚染物質の投棄は許されない。火の使用も大規模であれば破壊を引き起こす。いかなる科学技術の追求も汚染と無縁ではいられない。来世の環境を劣化さ、しない限りにおいてわずかに利用できる。火を用いる料理は今後数を減らしていくだろう。以前のように当たり前のものではなくなる。豪華で贅沢なちょっとした祝い事の料理となっていくだろう。だが今日は特別だ。歩いているとよほどしょぼくれているように見えたのか、配膳係の腕章をつけた女の子が俺にパンとシチューを恵んでくれた。あ、俺は平気。他の人にあげてって。そそくさとその場を離れる。ポケットの底に飴玉が残っていた。激しく立ち回ると血糖値が下がってめまいがする。その対策に持ち歩いていた行動食だ。ラスト一粒口に含む。包装を捨てようとして肌と気づいた。汚染物質持ち込んじまったな。ビニールやセロハンを消費するなんてことはもうないのだろうな。そもそも工場生産された飴玉なんてものも今後は手に入らない。包装はポケットに突っ込んだ。駅前の道路には大量の資材が集められている。医薬品やこちらでは製造不可能な必需品、そういうものだ。ローブ面も他所よりは多い。護衛の代わりか。彼らは皆一等級の魔物使いだと聞く。つまりガイア的であるということ。生きるということにストレスを感じる人々だ。星に帰ることもできず、来世での暮らしに尽くさねばならない。胸中はいかばかりか。せめて邪魔はすまい。怪しまれないよう足早にその場を離れた。学校まで来てしまった。この辺りにはまるで人がいない。俺の母校になるはずだった。懐かしいというか遠い昔のことのように感じた。空に魔物が一匹飛んでいた。伝令用と思われる。この世界では携帯電話も使えない。いつもの癖で持ってきた人間は多いだろうな。携帯電話には多種のレアメタルが使用されている。うまく利用すれば小規模な先端技術を再利用することはできるかもしれない。先の話だ。それもかなり。神殿に来てみた。なんだあれ。来世側に設置されていた観測者の木、それがジャックと豆の木さながらに天を貫ている。その緑色の幹が、明滅しているのは認識撹乱が働いているせいだろう。今の俺には見えるのだ。高さは800メートルを超えていそうだ。天高く広がった枝葉は合間に構造物を支えているようにも見える。回廊のようなものも。ピンときた。空中の神殿か。いる。茜は上にいる。たとえいないのだとしても、確認せずにはいられない。気持ちがふつふつと湧いてくる。がむしゃらに動きたい気持ちでいっぱいになる。やはり認められない。茜とこのまま別れるだなんて認められるものか。二人でやっていないことがいっぱいあった。神殿の周囲をローブメアが守っていた。通り抜けはできないと言われた。争う気はない。最寄りのガレージに向かう。大勢の避難民がいた。
受付を済ませた人々が何をする気力もなく道端に座り込んでいる。目を盗んで地下通路に降りた。構造が現世側と同じなら。忘れ物っす。見とがめられた。今のでごまかせるといいんだが、神殿につながるルートをひた走る。待ってろよ。体が軽い。疲労などないかのよう。後方何者かが追尾してくる。間隔の短い足跡。二頭の四足獣とくれば猟犬だろう。どうせ追いつかれる。この場で迎え撃つことにする。二頭分の足音が軽快なリズムを刻むように近づいてくる。今だ。踏み込みながらサイドスローで投球するように腕を振る。極高の頭身が同じ高さにあった猟犬二頭の頭部を投げ払うように輪切りにした。闇をかけ神殿の地下付近に、差し掛かる。前方猟犬 ×3 を感知。交錯するように位置を入れ替えながら急接近してくる。勝てない相手ではないが、やはり接近時は緊張する。最後の一頭が塵になった。少し手間取った。だがもう進路に魔物は感じない。目的地にアクセスできるはしごに、手をかけた。よし、あったな。慎重に建物内に出る。照明がないため薄暗かった。建物の吹き抜けの部分を幹が埋めていた。非常用階段で最上階まで。屋上への昇降用階段が現世と同様閉ざされていた。外壁部に出てみる。現世側とは異なり、こちらの神殿ビルでは屋上へ行けるようになっていた。観測者の木は向こうとこちら側に同一のものとして存在する。つまり屋上に出る。まさにジャックと豆の木だな。木の内部には隙間ができている。空洞は上空に向かって螺旋階段を思わせる作りになっている。観測者の木は魔物だというからそう設計することは可能だ。人がすれ違うのがせいぜいといった狭苦しい空間。空洞を登り続けた。特にきついということはない。全力疾走に近い速度で走り続けた。突然木造の通路が現れた。吊り橋に申し訳程度の屋根を乗せた程度のものだが、枝の間を縦横に走っている。上部構造部に到着したようだ。通路を進むとさらに階段にたどり着く。階段を登るとまた通路。広場のような場所が設けられていて、そこには壺や食料品などが保存してある。簡易宿所所、宿泊所といった趣だ。だが人はいない。歩を進めた。最後の階段から最上階に出たとき、目と耳を疑った。空に滅びの歌が鳴り響いていた。天地冥道だけではなく肉声まで聞こえる。現世側だ。床は透明だが真下は葉と枝に、遮られていて見えない。だが遥かに望む地平線には樹海に埋め尽くされている。だとすると俺は一体どこに立っているのか。現世側の空中にこれだけの広場を支える構造物はなかったはずだ。あるいは観測者の奇妙な、性質がこの奇跡を支えているのかもしれず。とにかくにも空中神殿は現世側に置かれているようだ。来世側の観測者が空間を超えて空中神殿を支えているとするなら、一度は来世に行かねばこの天の祭壇にはたどり着けない道理だ。800メートルの高所から眺める風祭り師は農園を通り越して黒々と焼けている、それこそ本来の森の色だ。美しい幻想的な緑とは飼いならされた大自然でしかない。本来の自然とは、汚く臭く醜い。死骸は汚泥のような樹海に沈んでいた。そしてと俺はそちらに目を向ける。祭壇の上には聖火隊がいる。ひな壇に並ぶ人形のように外向きの円陣を組んでいる。円陣には歯抜けが多い。人数が少ない。100人以上がいたはず。今は3、40人程度しか見えない。来てしまったのね。
久しぶりに聞くその声が心を甘くしびらせた。駆け寄って抱きしめたい気持ちを何かが阻んだ。厳しめし、なんすかね、表情だった。俺を敗訴する、雰囲気でもあった。見ての通り、まだことは続いているのよ。そうみたいですね。たくさん殺してしまいました。茜は苦笑する。今さらね、まさかそんなことを言いにわざわざ来たの。すべては無駄なことよ。この星はあと数時間で緑に没するの。かえってもうお前の力は必要ない。それだと納得できそうにないから、茜は肩をすくめる。考えれば考えるほど愚行に走る人間っているけど、お前がそうだったなんてね。納得できない小太郎は、じゃあここに何しに来たの？鍵は生きていたんでしょう。茜は顎で示す。エンジンの中央に一本の木が生えていた。形は変わってしまったけど、あれがそうよ。鍵はあの時まだ生きていたんですね。もし今聖歌隊が歌をやめるとどうなります？さあ、鍵も歌をやめるかもしれない、やめないかもしれない。やめたとしても救済は続くかもしれない。続かないかもしれない。そうね。で、それを聞いてどうしたい？ずっと考えてたんですけど、茜さん、俺に止めてもらいたかったんじゃないかな。ですって。理解不能なものを見る目つきをする。茜さん、本当に星の行く末とか興味あったの？ないものがこれだけのことをするわけないでしょう。両腕を広げる。救済によって全ての命がリセットされれば、進化はもう一度やり直せる。そしてより良いものが生まれてくる希望が生まれる。そんなの俺たちと関係ないと思うんだけど。それは視野が狭いせいだわ。個人が神様の視野を持っちゃうのもどうかって思うな。どう考えても人類を全否定するのは難しい。でも人は愚かだわ。放っておいても自滅することは明らかだった。それはそうっすね。目先のことしか考えないし、破壊的だし、星からしたらたまったもんじゃないと思うけど、ひどいもんだと思うけどね。それでも人は変わっていけるなんて綺麗事も言いたくない。救済は全ての魔物使いが潜在的に望むことなのよ。世界を変えてしまいたいという強い願いや鬱屈が魔物を生む、魔物を生み出せるということは、人生に納得できていないということだから。現実を受け止められない者の多くが優れた魔物使いなのはそのためね。そういう意味では私も嘘偽りなく救済を望む一人よ。茜さん、魔物下手だったでしょ。救済を求める度合いもそんなに強くなかったはずだ。救済は聖女の務めでもある。それだって人に押し付けられたものだ。今ではもはや私のことよ。私は人間が嫌い、この世の中も。でも滅ぼすほどには嫌いじゃない。嫌いよ俺のことは。どうして今そんなことを言うの？あんたの悲しみはあんたの経験、体験から来たものじゃない。そのことを茜さんも知ってる。押し付けられたものだ。その上で逃げられないよう制度で包囲されてる。聖女というシステムでさ。茜の表情は能面のようだ。それは懸命に感情を抑えた忍耐の結果のようにも見える。自分でやめるのは難しいよね。茜さん、お人よしだからな。だから俺が止めてやればよかったんだって。世界が滅びてから気づきました。そうよ、もう引き返せない一線を私は越えてしまった。どんな議論も今となっては虚しいだけじゃない。なぜ来たの？それは
自分のしたいこと、それは穏やかに生きてほしかったのに。アカネさん、それだけで満足して消えていけたのよ。それをどうしてこの後に及んでかき乱しに来るの。ごめん、アカネさん。俺はね、手首から輝きがこぼれ落ちる。それは重力に引っ張られて下方に伸び、刃物のフォルムとなる。捨てられた、仕返しに来たんですよ。そう、私を殺すのね。それも構わないわ。お前にはその権利があるもの。はい、殺します。鍵を。茜の目が見開かれる。それでは救済が不完全になる恐れがある。いいんです。もし鍵を殺しても救済は止まらないということだってあるわ。それならそれで結構だって、仕返しなんだから。泣きそうな顔をする。それさえも一瞬で立て直す。お前の考え、よくわかったわ。指を鳴らす。茜の背後に聖女たちが集まる。つくのさんがいる。鶴橋さんがいる。顔見知りの人たちばかりだ。これっぽっちも憎んではいない。彼女らと俺との間に巨大なサークルが輝く。空間がよじれ、やはり来たか。濃い黒がうずくまって巨大なシルエットとして立ち上がる。強大な圧力が吹き寄せてきた。聖女界が所有する、最強の個体、チル。ガイア主義者たちが崇め頼ってきた竜神、その一体。竜は今この場において初めて咆哮を上げた。恐怖が本能を縛りつける。心と体がこわばり、膝が震えた。生きていて欲しいと思った。親もいない私にとってそれは初めての気持ちだったの。フラムはこんな気持ちのまま消えていかないといけないなんて。いい加減頭に来て。俺は竜の向こうに叫ぶ。うっせえ、自分の方が先に手を離したんだろう、この臆病者。最後までそばにいるつもりだったの。恨んでるのはこっちだ。だってじゃねえよ、絶対に許すもんかよ。仕返ししてやる。あんたの一番嫌がりそうな、一番辛い道を歩ませてやる。千里の道を敷いてやる。他の聖女連中もだ。楽な方に行かせるか、自決なんてさせるか。生きて、もっと苦しめ。女たちの顔がこわばる。苦しみに満ちた人生を過ごした彼女らに今の言葉は劇薬だったろう。殺意が竜の内に注がれていく。ブレードを担ぐように構える。さあ行け、救え。熱情が俺の背を押した。命を燃やす時が来たと言った。明らかに怪物に挑んでいる。恐怖はないが称賛もない。一瞬一瞬が疑問の連続だ。なぜ自分がまだ生きているのか、まるでわからない。いつ死んでもおかしくはない。竜は俺を即死させる攻撃力を持っている。しかし俺には強敵と戦っているという認識がない。茜とぶつかり合っているだけだと思っている。だからいつものような小賢しい思考はない。気持ちをぶつけるだけだ。思うままに動くだけだ。牙かく、刃を払う。俺のブレードと竜の牙が火花を散らして弾き合う。体重差は岩石と、砂粒ほどの差。接触するたびに爆発するような負荷を俺は劇場を注いで押し返す。アクセル全開で1秒ごとに書き換わる。1秒ごとに寿命が削られていく。その代わり1秒生きていられる。ブレードが砕ける。再生する。もっと鋭く。俺は求める。折れやすくなるが問題ない。攻撃するたび切りつけた刃の方が強い反動を伴って弾けた。防御力が攻撃力を圧倒している。もっと武骨に。機能性が失われるが、むしろ
書き換えは続いている。何度も何度も一度ならず起こる。ブレードの形状は変化していく。尻尾の一撃が壁のように迫る。ガーディアンの狩猟者を破裂させた一撃だ。そこに武骨な抜き身を叩きつけた。刃がはぜ、俺は後ろに押し倒さる。鼻先を尾が通り過ぎていった。切れ味が足りない。汎用性は必要か？必要ない。刀身の模索は続く。超人たちもそうなのだ。積み上げた技能を拡大解釈し、強くなるのだ。効率を積み重ね、魔術めいた形質を獲得するのだ。それが、強者への道。遺伝子の外で行われる、もう一つの進化である。だが、竜には届かない。なぜなら人類は、竜を飼った記憶がない。人が生まれた頃には、もう竜は滅びていたか。だからこの魔物は、絶対的王者でいられるのだ。なら、俺は求める。なら、獣が答える。淘汰によって答えを得ればいい。カズオ、俺は求める。獣は気絶に震えると千の刃に分裂し、俺の手に収まった。千回切りつけたのか、それとも千の刃が一時に生えたのか、判然としない。とにかく千の機械を試した。千の刃はそれぞれが個別の性質を持つ。ただし、洗礼のない原始的な性質を。999の刃は傷一つつけられずに、折れた。ただ一振りの刃だけが竜の表皮にかすり傷をつけた。それが時代を担う。一振りが新たな線を生み落とす。少しずつ性質を変えた。今度は二振りの刃がかすかな成果を上げた。それらが時代の礎となった。適用できた者だけが生存する権利を持つ。世代を重ねてついには適用を果たすまで。悠久の一瞬が過ぎゆく頃、雑多に生み出した刃の一つが、竜牙の一本を断ち切った。さあ、休まず行こう。ようやく二合目なのだから。さらに模索を。果てしない疑似進化の旅を続けた。進化とは必ずしも優れたものになることではない。たまたまその環境で生き残りうる資質に過ぎない。地竜との闘争。この一言に、特化する進化は、もはや俺の能力が二度と使い物にならなくなることを意味した。鈍重で、強大なだけの攻撃力など、他に使い道がない。目の前の古竜がそうであるように。蛇口から垂れ流されるように、命が消費されていく。人が30年かけて使う量を、3分で失ってしまう。刃は今や、稲妻を打ち出したような複雑な刀身が主流だ。切りつければ竜の表皮を薄く切り裂き、たやすく砕きもしない。竜への属性を芽生えさせていた。もう少しだ。もう少しで竜以外の魔物が切れなくなる。もう少しだ。もう少しで茜に手が届く。重ねられた旅の終わり、もはや二度と脱することもできない進化の袋小路。その果てに現れたものは一振りの布切れのような刃だった。それは、鍵のリボンと少し似ていた。はためく刃物。空にかかるオーロラをそのまま切り落としたような。だがもう、俺には他の何も生み出すことはできないのだった。これで戦うしかない。竜が王を斧先端による突きを放つ。これは受けなければ死ぬ。手首から奇跡がうねり出た。極彩色の空、破滅の歌声を聞きながら、俺ははためく剣を取る。天を飾る極光をそのままに波打つエッジは、美しいばかりで頼りない。受けられるだろうか。一秒後、生きていられるだろうか。試してみよう。あまたの命を見習って、巨大なものが宙を舞った。そんなことが。気がつくと、地竜が倒れ伏していた。ゆっくりと身を起こし、頭を振る。どうやら、薄布の刃は、巨獣の攻撃を受け流すことができたようだ。地竜がうねりながら身を起こす。戦いはこれからだった。切り、払い、いなす。どう動き、どう攻めているのかは、もう自分でもわからない。ただ無心に動けていた。体格差も、重量差も、
実力差も忘れて竜と切り結ぶ。オーロラははためき、時に剣、時に鎧となって俺を守った。互角に見えて有利なわけではない。一人の人間に過ぎない俺は、奴と戦うために果てしないリスクを背負い、莫大なコストを支払ってここにいる。時には向こうの打撃が勝ることもある。側頭部に強打をもらい、叩き飛ばされた。即座に身を起こす。通撃を避けて距離を取る。命はまだ尽きてはいない。まだやれる。あかね、戦いながら先に罪を償え。人の倫理などどうでもいい。でも罪を償わなければならない。人の間で人として生きるためには。償えるわけがない。償う方法もない。それでも償え。幼稚な言葉で私をかき乱さないで。幼稚なんかじゃない。償いだけが茜たちを救う唯一の苦行なのだ。どうやって償えって言うのよ。身を折るように泣き叫ぶ。一撃を受け、極光の装甲が砕ける。もうやめて、もう終わりにさせてよ。自分では生きていないのにもかかわらず、生きることに疲れ果てた少女が膝をつく。でもそれは俺の情けなさでもある。だから共に歩くのだと決めた。償いは終わらなくてもいいんだ。茜が濡れた顔を上げる。守りなしで体当たりをまともに食らった左手がぐしゃぐしゃに潰れる。流血もないが関節が完全に砕けた。折れて枯れ枝のようにひん曲がった指が痛ましい。もうこれは二度とまともには使えない。だが、オーロラが無限長にほとばしる。竜の肩が大きく裂けた。真の狙いはそこではない。破線状の鍵をも両断した。鍵の全身に亀裂が入り、竹のように割れた。塵になる。ここまでか。鍵は倒せた。だが竜には及ばず、悔いはない。まあ精一杯やったさ。敵は強く、俺は弱かった。それだけだ。心残りはあるが、そんなものはどんな人生にだってあるんだろう。膝が折れる。もう回避も間に合うまい。俺は目を閉じる。竜の顎はすぐ目の前だ。今度こそ俺の頭を噛み砕き、すべては無となって、うん、目を開けると地竜の姿が跡形もなく消えている。茜が床にすがりつくような格好でザメザメと泣いていた。疲労に重い体を祭壇の上に引き上げる。茜に歩み寄ろうとして、それが見えた。聖火隊が全員倒れている。つくのさ。彼女にはまだ息があった。抱き起こす。ふっと笑ってこと切れた。鶴橋さんを見る。亡くなっている。頬がげっそりとこけて、病魔に侵された人間のよう。地竜の刺激で命を吸われたのだ。勝負に負けて試合に勝った。でもおかしいや。勝ったってのにまるで嬉しくねえ。喜びもなければ達成感さえなくなった。代わりに涙が出た。くそ。だがまだ仕事が残っている。一番の難物が。茜さん、お前が勝ったんだからもう気は済んだでしょう。放っておいて、このまま行かせて。それはできない。罪を償うんだ。どうやって不可能なことを軽々しく言うものではないわ。人の罪ってのは人の中で償うんだよ、茜さん。そして償いは終わらなくてもいい。償いの途中で命が尽きてもいい。茜が俺の顔を見上げる。まさか。ええ、あんたを今から向こうに連れていく。そこで茜は人々に申し開きをする。全てを話し、告白を行う。罵られるだろう。糾弾されることだろう。石を投げられ、唾を吐かれるだろう。忌み嫌われ、追い立てられるだろう。殺されるだけよ。
だったらここで星の糧になって死にたい。死刑は俺が止める。それだけは俺が阻止する。死ぬまでずっと罪人として指さされながらだ。でも生きてください。それが俺の仕返しです。同行が、落ち着きを失って触れた。いやよ、そんなの耐えられない。子供のように怯える。殺したのよ、たくさんたくさん殺したのよ。何世代もの間殺し続けてきたのよ。このまま星に帰ってしまったら二度と懺悔する機会はなくなります。罪は社会にあって初めて問われるものだ。アカネさん、本当ならみんなも連れて帰りたかったけど。いいよ、私戻らないわ。だって無理だもの。そんな強い人間じゃないもの。力ずくでも連れ戻します。なら舌を噛んで、でも噛めるもんなら。腕の中で力が抜けていく。償いが辛いのは当然だけど、時には救われることもある。噛んでみろ。罪が大きすぎて決して清算などできないのだとしても、それでも償いには安堵があるはずだ。あんたは生きている限り心の底から幸せを感じることはない。やだ、怖い。苦しく抱きついてくる。俺も抱き返す。彼女の心がバラバラになってしまわぬよう、そばにいるから。監視者として、あるいは共犯者として、俺は立派に茜を見張ることになるだろう。みんなのところに謝りに行きましょう。腕の中で触れる茜が小さくうなずく。そして俺たちは来世側に戻った。最初は息を潜めるように暮らした。全避難民に住居が割り当てられるまで1週間。この間に避難民による臨時政府も設置された。今まで来世はガイア主義者らの管理組合によって管理維持されてきたが、彼らはその立場をあっさり臨時政府に明け渡した。協議の結果、独立した、新国家ではあれど風祭り師としての体裁を残すことになった。世界はたった一つの市となった。俺たちは市民、最高権力者は市長だ。ガスも電気もない原始的な暮らしが始まった。全ては手探りだ。今までの癖や思い込みがなかなか抜けない。なくなっても買えばいいという考え方は難物だ。衣類さえ今あるもの以外には滅多に手に入らない。物を大事にしないといけない。そのことに気づくためにさらに1週間の時間が必要だった。水と食料と酸素だけは不安がなかった。閉鎖環境ではあるが、広さは十二分にあり、環境の循環も保たれている。無茶さえしなければ俺たちの生活圏が脅かされることはないはずだ。3週間目、人々が自分のなすべきことを決める時期だった。来世での新たなルールを学び終えると、大人たちは働き先を求めた。もはや安価な労働力などはない。誰もが額に汗して働く必要があった。4週間目、新たな暮らしに人々は馴染み始める。今までに比べて不便ではあった。それでも思ったよりはずっと快適な暮らし。人々の顔から戸惑いが消え、笑顔が戻るようになったのはこの頃だ。悪夢からの解放だった。月刊テラは風祭り市の公式新聞となった。閉鎖空間とはいえ10万を超える避難民がいる。ネットも雑誌もない世界。新聞は今まで以上に必要とされるはずだ。資源節約のため勝負数回覧形式ではあったが、第1号となった週刊テラは熱のこもった内容が皆に評価された。新たな需要として魔物使いの質を持っているものも求められた。この世界では科学より魔物に頼った方が手っ取り早いことが多い。魔物は使用者の寿命を削る。冷たい話ではあるが、それもまた閉鎖世界では都合がよろしい。医療の発達で人は死ににくくなり、日本は高齢化社会の一途をたどった。魔物使いの存在はその再現に歯止めをかけてくれるだろうか。必ずしも長生きだけが幸福ではない。そういう文化をもたらしてくれるのではないか。
いずれにしても命を削り必要を満たす彼らには相応の名誉と報酬が約束されるはずだ。5週間目、社会は安定を見せ始める。目立つところでは義務教育が再開された。続いて高校と大学が慌ただしく開校し、現役生だった人間を中心に大規模な募集がかけられた。風祭り学院はそのままの形で存続。おそらくそこには吉野たちの姿もあることだろう。いろいろな制度が従来のものとは様変わりした。中でも食生活は最も変化した部類だ。何しろ食材の多様性がなくなった。市販品というものもない。穀物と野菜が 主食だ。牛肉や豚肉はないこともないが貴重品となる。代わりに公共授業として、養鶏が始まった。最も手っ取り早い動物性タンパク質は鶏と卵だからだ。環境への負荷もさほどではない。とはいえ当面それらは限定された配給制となる。また火の使用が許可制となった。環境が以前より脆弱であるため各家庭でかまどを炊くことは違法となった。とはいえ全く火が使えないというわけでもない。近いうちに専用の調理施設が地域ごとに用意される予定だという。今人々は穀物を水にふやかす調理法をいろいろと考案している。いずれまともに食せるものも出てくることだろう。ベビーブームを懸念してか一人っ子、政策が実施された。人口増加は資源消費を早める。少なすぎても問題だが、しばらく人口増加は抑制されることになりそうだ。俺には関係ない話だ。茜にも。原則としてこの世界では一人暮らしは認められていない。家族と共に暮らすか親類のもとに身を寄せるか、住居が限られているためだ。50万人の余裕があるとはいえ贅沢をしていてはあっという間に埋まってしまうだろう。個室化した現代社会に慣れた人たちには少しきついことだ。快適さに慣れすぎた現代人、いずれ時間が解決するだろうと俺は思う。世代交代でも起これば、でも今の世代に属する人々はずっとストレスと戦っていくことになる。満たされすぎた欲求はかえって人を病ませた。さまざまな政策については住人に下手に知恵がある分、が続いている。通貨制にするか配給制にするかさえまだ結論が出ていない。死刑制度の賛否も、議論が過熱化している点だ。最大の論点はどこまで生活と人権に制限をかけるかになるだろうか。中にはどんな環境だろうが自分の権利は当然のものとして行使する、必要以上に義務は負わないという人間だっている。彼らはまだ古い世界と地続きでいると思っている。難しいのだ。大勢の知恵ある人間というものは対立、言い争い、上げ足の取り合い、知恵があるならそれは解消されて叱るべきなのに決してなくならない。なぜそうなのか。答えは人間だからとしか言いようがない。鍵は俺たちを滅ぼそうとした。その結果が全てだった。現時点で人間は人間的にしか正しくはない。議論は街の至るところで繰り返されていた。それは将棋や囲碁、ダーツなどを楽しむサロンで交わされた。こうした娯楽サロンは瞬く間に数を増やした。18世紀英国あたりの社交クラブみたいなものだ。ネットも大企業もなく、レジャーも、演出もできない今、そうした娯楽の場こそが市民の交流を活性化した。臨時政府は解散し、選挙も行われた。市長に就任したのは町の頑固親父みたいな人で、口にする政策といえば江戸でいいんだよの一点張りなのだが、これが意外と好評らしい。江戸というのはあれでなかなか完成されたシステムであったそうだ。だから風祭り師も江戸を目指せば万事解決と実にわかりやすい。実のところ選挙ではいかにも政治に長けたタイプも大勢いた。政治の専門家や語りに隙のない知識人といった方々。でも選ばれたのは推しの強い江戸っ子親父だった。強力な指導者が求められたということかもしれない。変化についてはいくらでも語れる。人々は衣服に継ぎはぎを当てるようになった。人々は銭湯に集まるようになった。人々はメイクや整髪料を使わなくなった。人々は健康に気を使うようになった。だがまあひとまずはこのあたりにしておこう。
そんな中、世界が滅びた原因を探求しようという流れももちろんあった。断片的に真実を知る者もいたし、全く疎い者もいた。原因究明は必須だったし、情報公開が強く求められた。同じ最悪が来世側でも起こりはしないかと不安だった。もちろん起こらない。閉じた世界には鍵は生まれないはずだ。そうしたことを説明できる唯一の人物、茜は言葉を失っていた。失語したわけではない。恐ろしく無口になったのだ。放っておけば一日中でも椅子に座ってぼんやりとしている。たまに声もなく涙を流す。俺は茜を散歩に連れ出す。昼に出歩いて人に会うのが怖いという。だから夜の散歩となる。夜、高原となる雲は一定時間ごとに管理組合過去市の一部門となったの魔物使いによって消灯させられる。だからこの世界にも夜の闇はある。街灯など一つもないし、家の明かりもほぼ存在しない。ほぼ完全な闇を俺が茜を手を引いて歩くのだった。この夜には星もないのね。嘆くでもなく悲しむでもなく、茜はつぶやいた。食が細くなった。夜も寝つけないことが多いようだ。日常のことも怠りがちになる。家を開けたくはなかったが、労働しなければ食べてはいけない。国葬を地域に働きに出る。仕事はいくらでもあった。そこで吉野と再会した。お前、学校は？通ってる。どうせ家にいても兄弟どもがうるせえ。することもねえし、他の時間は働いてんだ。要するに、察するに家族の食いぶちを稼いでいるのだろう。そういうやつだ。茶化すようなことでも掘り下げて聞くようなことでもない。こいつにはただ接すればいい。俺たちは以前よりずっと落ち着いた会話をするようになった。生活に根ざした話をした。俺はいつだって会話には笑いや勢いが必要だと思い込んでいた。同世代のやつだってみんなそう思ってる。真面目すぎるのはノリが悪い。明るく楽しく話さねばならない。それができなきゃクラスじゃ取り残される。全然そんなことはなかった。人はいずれ本質を問われる。思えば教室での吉野はその境地に最も近かった気がする。今は話に空回りするギャグは挟まない。喧嘩バトルもしなければ挑発合戦もない。だけど俺たちはいくらでも対話ができる。このこと過去の自分に教えてやりたい。もっとも過去の俺がそんな助言を聞き入れるかどうかは甚だ疑問ではあるが。先生な、児童養護の仕事を始めたそうだ。学校辞めちゃったのか。ああ、必要の大きい仕事がしたいと。あの時に連れてた連中いたろ。親のない子供とか助けて回ってたんだよ、先生はよ。そうだったのか。どうやったらそんな善人になれるんだろう。今の俺に善人はまぶしい。東の畑で牛肉に似た食感のサボテンが開発されたって話は。へえ。あの魔物使いの力ってのはすごいもんだな。そんなものまで短期間で作っちまうんだから。いや、味の再現は地道な繰り返しだと思うけどな。そういうことをできる魔物使いは滅多にない。試験栽培に入るそうだ。求人をかけてる。でもそれじゃ求人倍率高いだろ。ああ、家庭持ちが優先だろうしな。行ってみるのか。応募だけはしてみるさ。そっちは？いや、うちは肉なんて俺しか食わないし。先輩さん、まだ落ち込んでんのか。あ、ずっとな。茜は衰弱するばかりだ。往来偏食だわ、偏頭痛持ちだわ、偏屈だわ、頑なな女なのだ。それが精神的にも沈んでいる。俺ん家で育ててる生薬持ってけよ。兄弟どもも会いたがってたしな。ありがとうよ。でもあれももともと体力がないと効かないだろう。気持ちだけもらっておく。わかった。何かあれば。あ、何かあれば頼む。島子については消息知れずとなってしまった。親を失った子供は多い。
市内には数えきれないほどの児童施設が生まれた。役所の名簿には載っていない。島子は名前を変えている可能性があった。足で操作するほかない。だが何十箇所と施設を見回っても見つからなかった。考えてみれば、俺は最後あいつに随分と存在な扱いをした気がする。島子だって茜の断片のようなもの。そのことを俺はあまり深く考えなかった。傷つけてしまったろうか。ごめんな島子。どこかでうまくやってる。そう信じて俺は調査を終えることにした。調理会館で煮汁を作ってきたんだ。これなら消化もしやすいし、食べられないから。物憂げに俺を見る目は濁っている。さあ、口元に運ぶと食べてはくれる。じゃがいもも溶ける寸前まで煮てある。消化はしやすいはずだ。少量ではあるが、食事をさせることができた。だが数分もしないうちに吐き戻してしまった。茜は自分で処理しようと椅子から立ち上がり、つまずく。いい、いいよ、俺がやる。口元を拭ってやり、ベッドに寝かせた。後始末をする。しながら思う。もう限界かもしれない。ごめんなさいね、やらせて。自白しますか？そう問いかけると、茜の目はかわいそうなほど泳いだ。償えないわ。私には何も責任なんて取れない。みんな死んでしまった。大人も子供も一緒くたに。怖い。怯えるばかりだ。人に責められるにも体力がいる。罪を告白すればそれで茜は落ち着くだろうと考えていたが、甘かった。世の中そう簡単にはいかない。今手厳しい世論にさらされたら本当に死んでしまうのではないかと思えた。茜はこちらに来て5キロも痩せた。故障でもしてんのか？一緒に仕事をしていた吉野が唐突にそんなことを聞いてきた。いや、健康のはずだが。なんか故障する予兆とかを見て取ったということか？そうじゃねえが、何やらパワーが落ちているみてえだからよ。すごいな、わかるのか、見ただけで。なんとなく、昔はそんなことばかり気になってたからな。稲束なんですかね。積み上げる俺の動きから吉野は感化したようだった。その通り、俺の超人的な力はこちらに来て衰える一方だ。あれだけ酷使した左手が回復したのは幸いだったが、オーロラはもう使えないし、権力だって人並みにまで落ちている。きっと俺はもう超人ではない。全て吐き出してしまったせいだろうか。パワーダウンしてんだ。ま、俺はズルしてたからな。今はお前の方が強いはずだぞ。そんなことはねえさ。今のてめえの方が前よりずっと怖えよ。怖い？覚悟ができてやがる。そういうやつが喧嘩じゃ一番やばい。俺はもう喧嘩は怖えんだ。強さなんてあぶくみてえなものにどうして取り憑かれていたのやらな。俺も喧嘩はごめんだな。そこ行くと仕事はいいな。メンツとか考えずに済む。黙って働いてりゃそれだけでうまくいく。あ、全くの同感である。仕事はいい。黄金の源源ですかね。積み上げた収穫祭に寄りかかり、俺たちは労働の喜びをかみしめる。ある日、刑事が訪ねてきた。見覚えがある顔。ええ、マーテル関連の捜査員を指揮していた方ですよね。あの時の捜査員と機動隊は今や風祭り市の秩序を守っている。彼がここに来た理由を俺は察することができた。避難の時はお世話になりました。いや、そんなことはないはずですが、俺だって人類滅亡の片棒を担いだようなものだ。あれはそうですか。よく調べられましたね。
ああ。でも、あの時の人たちこそ本当の勇者ですよ。俺は帳尻を合わせただけです。いや、とても。俺はお膳立てされたものを組みしただけですから。勇者や英雄ではないです。褒められすぎるとゾッとする。俺は人殺しで戦犯の一人なんだ。そんな鬱屈を抱えたまま勇者を得れるほど強くはない。本題ってそれじゃないですよね。茜が奥で寝ている。いきなりショックな話は聞かせたくない。外でいいですか？刑事さんは魔法瓶を掲げた。ここは公共で使用できるカフェとなっていた。飲み物さえ持参すれば食器は借りることができる。高級アンティークの食器が集められている。俺はここの住人さえ知っていたが、まあ大体予想はつくんですがね。久しぶりの熱い紅茶が体に染みた。千里茜のことでしょう。殺した人間は誰一人忘れていない。殺めてしまった刑事のことを思い出す。確かに彼らは長寿について知っている風だった。あの捜査の初期に何人かの刑事さんが、俺の言うことを分かっているみたいに刑事さんは話を止める。予想通りの話に乾いた笑いしか出ない。いつかそういう話になるかとは思っていましたよ。難しいと思います。彼女弱ってますから。そうでしょうね。あの刑事さん、もし茜が自白した場合どういう流れになりそうでしょうか。感情的な、例えば死刑のような、そういうのは俺としては許容できないんですが。分かってます。星の寿命がという話をしても納得はしてもらえないでしょうね。償いはしたいと思います。どんな刑罰が課せられそうですか？やはりそうなるか。茜に幸福な結末が許されないのは仕方ない。が石でも飲んだみたいな胸の使いが取れない。ついた惚れたは罪の有無とは別問題なのだなと実感する。刑事さんが顔を寄せてきた。声を潜める。茜とは正反対の立場だが悩みの性質は似ている。でもだったら連れて逃げる、閉じた世界とかとても無理だ。起きたことをなしすることはできませんよ。罪は消えない。その示唆することを理解するにつれ俺の指先は震え始めた。刑事さん、受付をする際時期が来るまで潜伏するため茜には偽名を用いさせてある。と言っても読みを変えただけ。
天王寺茜。今の彼女の名がそれだ。新妻という設定。刑事さんは具体案を提示する。すでに現世側で死んでいるマーデル関係者を首謀者に仕立て上げるという案。候補として挙げられたのが鹿島さくらや須崎といった会の重鎮、または聖女会の暴走という線も出た。その人たちに罪をかぶせるなんてとてもできません。彼らはもう死んでいる。これ以上何も奪うことはできない。それに茜自身が納得しないでしょう。その日から俺は大いに悩むことになる。茜に自白させるために連れ帰った。罪の意識は社会の中、過酷な刑罰の中でしか中和させることはできないからだ。茜の一族が残した人工来世がそのための場となると信じた。だが実際はどうだ。彼女は怯えるようになり、俺は目先の餌に心を揺らしている。提案なんだけど、いっそ償いなんてやめて街を離れるってのはどうかな。茜はうっすらとまぶたを開き、霞んだ瞳で俺を見つめる。全部忘れてしまうってのも手だよね。逃げてしまおうか。森林警備の仕事があるんだ。人里離れて森を守る仕事なんだけど、住み込みだから他人に会うことはないって話だ。ちょっとしたつてがあって一つ回してもらえるかもしれないんだ。そこで静かに暮らしていけばいい。罪は君が自分で与えるさ。そういう人間だよな。茜は首を振った。でも怖いだろ、自白は。怖い。数日ぶりに唇が言葉を発する。砕けてしまいそうだから消えてなくなってしまいたいの。ねえ小太郎。ん？私を殺してくれないかしら。お断りだ。穏便に話そうと思ってもこの話題になるとどうしても感情的になる。そんなこと二度と言うな。ごめんなさい。償いって体力も気力もいるのね。でも私、精力的に食材する自分が想像できないのよ。俺だって想像できないけどさ、このまま命の燃え尽きるのを待つだけの結末なのか。受け継がれた弱さは克服することなどできないのか。小さく漏らして茜は意識を沈める。おばあ様、鹿島さくら、転写で結ばれた二人の間には疑似的愛情があった。近い方が転写精度は高まる。転写対象を誘惑するために採用された戦略、それが愛情だとするなら茜の鹿島さくらに対する複雑な愛憎も納得できる。恨み憎みたいのに愛しているという矛盾。鹿島さくらが亡くなったことで茜は暴走を始めたようなものだ。勝てないかもしれないと感じた。諦めない。自滅などさせるものか。ほつれた髪を指先で払う。額に汗が浮いていた。今日は少し熱っぽいようだ。冷水に浸した布を絞る。首の後ろから手を入れてうなじの汗を拭う。寝息が穏やかになる。あんたこそが負の感情を克服しなくちゃ。他ならぬあんたこそが。俺は農作と並行してたまたま募集していた測量の仕事を始めた。風祭り市街に広がる土地は思った以上に広大らしい。森があり山があり、さらにいくらかは広がっている。管理組合の人間もそこまでは確かめていない。なぜなら神通力で加工された来世では果てに近づくことには命の危険があるからだ。そこでは世界の法則がほどけ、大気も散り光に及ばないという。市街はどこまで人間が居住可能なのか、それを調べる計画があるそうだ。危険なだけにポイントもいいという噂。そうそう、通貨代わりにカエルスタンプ制が採用された。持ち込まれた資材の中から未使用のスタンプカードが大量に出てきたのだ。これが30万枚もあった。アホだ。再利用すれば資源も消費しないで済む。
労働して買えるスタンプをもらい必需品、と交換するというシステム。今のところなんかいい、なかなかいい。まあ技術習得のための研修期間中はポイントも安いんだが、市内の測量に宿泊している最中、見た顔に声をかけられた。安西さん、月刊テラ過去今は週刊編集部の安西さん。あれは課題なんで、いつでもいいんです。俺たちは近くのカフェに移動した。テラ読んでますよ。なかなか、なんかちゃんとした新聞みたいになっちゃいましたね。へえ、おめでとうございます。出世ですね。あ、ごめんなさい。記者の勧誘ですか？武将された。似たような話を最近耳にした。刑事さんだ。そうですか。でしょうね。あんなひどいことは他にない。愛想笑い一つ浮かべることはできなかった。心臓が握られるように痛む。それは困ります。最悪、俺は我慢すればいい。でも、茜の立場が危ういのだ。どうしても、目立つわけには。俺、マーテル関係者ですよ。だったら、俺だって先般の一人だって。だとしても、俺たちの立場とは、田園の皿。何しろトリガーを引いた張本人とその側近なのだから。いえ。今後のことばかり考えている。隠し通せるものではないらしい。俺のことがバレているんだ。茜のことだっておいおい露見してしまうはずだ。だけど彼女にその準備ができていない。全くできていない。苦しみと悲しみと後悔のただ中を俺と茜は頼りなくさまよう。疲れたら言って、背負うから。市民の要望により夜空にはかすかな星明かりが灯るようになった。鱗粉の、一部だけを活動させておく。簡単な操作でそれは実現した。かすかな光が優しく照らすこの青い夜、海底のような道を茜の手を取りそぞろ歩く。今の茜は衰えのせいでわずかな距離しか歩けない。言葉少ない。辛そうな息遣いがいよいよ、しわぶきに変わると限界の合図だ。じゃあ、おぶさって。ねえ、小太郎。妙に明るい声が言う。今日は、ダッチに行ってみたいの。森を指さす。立ち入り禁止だよ。森林は重要資源だから、かなり罪も重いし。傷つけたりしないわ。貢献したいだけ。貢献？
下世話な話、トイレかなと思った。全然違った。私今夜から森で眠りたいの。最後の時まで。膝が折れそうになる。失意と他のいろいろな感情によって。あんたは。肩を掴んだ。あの時もそうやって俺の元から離れて、今もまた。悪いと思ってるの、本当に。でも思ってもらう資格なんて私にはない。臆病なだけだ。だからこそ聖女よ。どうすれば頼ってもらえる。どうすれば認めざるを得ない。自分の力不足を俺一人では助けられない。誰かの力が必要だ。でも誰。俺は刑事さんに会いに行く。今はもう利用するものない公園まで足を伸ばした。例の話ですが、お受けしようと思います。書き換えるシナリオでは意表をつきたいんです。一人います。俺は名前を告げる。刑事の顔がこわばった。週刊、寺の関東に避難妨害事件に関する、記事が掲載された。4回連載の大型記事。言うまでもなく高砂の一件だ。人々を救った英雄のことも取り上げられた。身辺が慌ただしくなる。公演なんてものを生まれて初めてやった。カンペを棒読みしただけなのに万雷の拍手。その割れるような様には無力に打たれるばかりだった。人々の称賛の目線が俺の心に強く影響を与える。彼らの期待を裏切りたくないと思う。背筋が伸び、気持ちが進んだ湖面のように静まる。皆の目線が俺を一時高潔な存在に押し上げてくれた。裏切らないといけないと思うと胸が痛んだ。俺の射程がいかれた。仕事中、吉野が突然疲れた顔で言った。は？いるんだそいつがな。新たなスラムを立ち上げようとしやがって。スラムって有志で立ち上げるようなもんなのか。まあそれはあれだ。若い過ちというか、なんというか。許してやってくれ。なぜだか吉野は照れくさそうにした。いや、止めてくれたんなら許すも許さないもないか。止めたんだがよ。そしたら今度は英雄伝説ってバンドを作って、天王寺小太郎の曲を作ろうとしやがった。それは許すことができそうにないな。しょぼいコスプレまで完成してやがった。危なかった。自分で持ち込んだ物資を自分で消費するのは、浪費するのは自由だけどな。ああ、もったいねえ。つうか、そいつ連れてきてくれる？俺から話す。いや、当分帰ってこれね。罰として、きつめの仕事に奴の名で応募しといてやったんだが、無面接で採用されちまって。今は下水に泊まり込みで仕事中だ。大切な仕事だな。いいことだ。ああ、いいことだぜ。感心な青年だ。素晴らしい若者だ。ナイス野郎だ。ああ、更生の日も間近だろうさ。なあ、天童寺。ん？何かトラブルでもあんのか？どうしてそう思うんだ？勘だな。お前の勘って、本物だな。トラブルとは俺は思ってない。それをするためにここに行きたいようなもんだと考えてるからな。悟ったような面してっからな、今のてめえは。で、俺らはどうすんだ？あ？何かやる必要あんのか？10人くらいなら動員かけられるぞ。その人数にはうちの具体も混じるがよ。そういう意味か。悪いな。今回のは俺一人の仕事だ。ただまあ、見守ってくれりゃいい。上等。見守ってやるよ。何があろうとも。あ、悪い。今更だな。国葬地域に新たな設備群が作られている。蔵や、脱穀場、畜舎など。
現在は、現在は日差しがれきを用いるかね、日差し、日干しといっても発光雲だ。このために半日ほど日照りを強めてもらって作った。集まった職人たちがレンガを積んでいる。レンガ作りの建物が出来上がる様はなんだか見ていて嬉しい。なかなか文化的じゃないか。ああ、文化だぜ、こりゃ。どうして人はもっとうまくやれなかったんだろう。こんなにいいものを作れるというのに。講演会をいくつか、寺の取材をいくつか、各サロン、営業ですかね、巡業ですか、演奏会や演劇へのゲスト参加、挨拶回り等々、テレビもネットもない世界でのメディア展開といえばそのくらいだ。ありがたいことにポイントも随分たまった。俺自身のポイント稼ぎも十分だろう。もうこのくらいでいいだろう。いよいよ始める時だった。俺が決めた始まりの日、週刊テラが日刊になったその記念すべき第1号、衝撃の告白記事が掲載された。俺がマーテル聖女会の重要人物であること、世界滅亡を引き起こした超巨大災害は人為的なものである可能性が高いこと、天王寺小太郎こそが一連の出来事に極めて深く関わる唯一の立場であるということ、簡単にまとめるとそんなところだ。俺は聖女会の重要人物で、若く能力があり、関係者としては数少ない生存者である。閉じた世界で英雄として祭り上げられ、事実上今回のことで得をしたただ一人の人物。初回記事では疑惑、続く記事ではさらに物的証拠、3日目の刊では関係者証言、とんでもない騒ぎになった。ムベなるかな、移民後初の大事件だ。騒動を予期し、食料品を確保して引きこもっていた俺の心境は穏やかだった。小太郎、これはどういうことなの？茜は記事を目にした途端元気になった。というのは大げさだが、悪いことバレちゃったということでしょうね。まあ仕方ないでしょう、最近目立ちすぎたし。私の名前が出ていない、これはおかしい話よ。茜さん、そんな有名じゃないし。調べれば出てくるはずよ、警察に行って問い詰めれば。待った、腕を掴んで止める。本気で出ていきかねない勢いだった。周辺野獣馬いっぱいいますから、出ない方がいいです。そのうち警察が対応してくれるので、しばらくはこもっていましょう。食べ物はあるので。どうしてそんなに落ち着いているの？慌ててもしょうがない。茜がじっと俺の目を見通す。嘘ね。え、どこが嘘？お前自白したの？してないですよ。告発記事にも真っ赤な嘘というのはない。殺人をきっかけにマーテルに参加、聖女会の護衛業に励み、鍵の確保に尽力したこと、須崎と懇意にし、当時の秘書であった高砂とも亀裂があったこと、これらの事実をほんの少し印象操作してやるだけでよかった。それだけで俺は叩けば埃の出る怪人物になれた。さも全てを背後で操っているようにも。馬鹿げてる、こんなことをして私が喜ぶとでも思ったの？怒る元気が出てよかった。茶化さないで。そう焦ることじゃないですよ。こんなことを書かれたらお前は破滅じゃない。いや、そうでもない。なんだかんだ言って俺が大勢の人を助けたのは事実だしね。世論も入れてる。事実を問うなら記事自体をまず撤回させるべきよ。お前は関係ない。関係あるでしょ。俺が狙ってるのは創殺なんだ、茜さん。罪悪を功績で打ち消そうということ？そういうことで。甘いわ、どう考えても罪の方が重くなるでしょうね。よくて無期懲役、悪ければ死刑を導入したくないって一派がいるんですよ。うまく持っていけばそれはなくなる。だとしても全くお咎めなしというわけには。茜さんさ、俺が加担したのは事実なんだよ。これはただの後始末なんだ。いずれ問われることだったんだよ。なら私は？警察が認めないと思うよ。なぜ？
死刑制度に反対する動きがあるんだ。茜が息を呑む。聡明な彼女は瞬く間に推理を積み上げただろう。戦犯がいるのだとしてもマイルドに扱う必要があった。世論が死刑制度を求めてしまうからね。それで英雄のそしりを受けたの。協力者がいるのね。警察や司法の側に。ご明察。協議して決めたんだ。いわば協力者だよ。それは本当の食材ではないわね。後ろめたさは自力で処理する世界なんだよ。ここは。私はどうすれば。付き合ってはもらいたいかな。あなた一人じゃ生きていけなさそうだし。付き合う。あとはマスコミさんや警察さんがうまくやってくれると思うんだけど。茜は力を失い、その場にベタッと座り込んだ。この罪の書き換えにはもう一つ理由もあるんだ。まだ何か。これ以上どんな冒涜的な理由が。植物が虫や風によって受粉するように、聖女によって人にネガティブが植え付けられるものなら、聖女は途切れさせてはならない。人間性が破綻してしまう。そんなことはないわ。本来の人間性に立ち返るだけよ。もっとも個々人の中にある聖女のかけらが相互に伝播し合う限り、完全な回復とはならないはずだけれど。いや、回復したらまずいんです。超人性が回復して、個々の心や明日より今日が大事な精神が高揚してしまったら、この閉じた世界をむしろ蝕むのでは。ここ心があっても絶対出られないんだから。俺たちはいずれ1000年か2000年かの間あと静かに終焉を迎える。その時までおとなしく暮らさなくてはならない。静かな暮らしの中にささやかな喜びを見出して生きていかねばならない。聖女は必要だ。閉鎖環境を消費し尽くして、でも脱出を図る。向こう見ずな全人的人間性を抑圧するために。なんてこと。茜は今縛り付けられた。二度と離れることのできない責務。これがあんたの償いだ。責任持ってこの世界に天寿を全うさせる義務がある。だから茜さん、生きろ。俺の胸板に顔をつけてわーわーと泣き出した。そしてそれからは耐え忍ぶ日々。医師に透析があったり、怪文書が届けられたり、罵られたり、そういうこともあった。かと思えば励ましの手紙が来ることもあった。俺たちのしたことに対し、人々は感情を持て余していることがよくわかった。罪深いが恩義もある。その狭間で彼らはやがてどうしていいかわからなくなったようだ。世論は死を動かすのにさほどの時間はかからなかった。そして裁判の開廷。被告人、日本マーテル会聖女会所属天王寺小太郎、並びに聖女会所属天王寺茜、捜査能力の低下並びに現場検証が不可能などの総合的事由により二人同時に行われる。検察官が起訴状を読み上げ、俺たちは一切を認めた。検察官と俺との長いやり取り。たまに茜に質問が行くこともあった。言い含めてある通りに受け答えしてくれた。証拠品が提出される。心当たりがあるものもないものもあった。すべて認めた。証人が何人か出てきた。質問が繰り返された。被害者の何人かが家族を失った状況や悲しみを陳述した。対して主戦弁護人は、俺たちが残酷な意図のもとで災害を引き起こしたのではないと主張。悩みながらも地球のためならと涙を飲んで。偉い裁判だな、こいつは。そして証拠として例の英雄だ、高砂の一件を取り上げた。検察側は俺と高砂との間に私的な、恩婚があったと述べた。人助けではなく単なる死闘であると。証人として先生が出てきた。死闘ではなく明確な人命救助の意思があったと裁判官に訴えてくれた。尋問、質問、陳述、粘つく濃密な空気、論告、休憩。人類全体に壊滅的な被害をもたらすことを知りつつ、正しくも破滅の引き金を引いたことは心ない、残虐極まりない犯行。
被告らにももはや人間性というものは存在している。人間社会、ひいては人類に対する明確な反逆、歴史上最大の虐殺であり、何としても死刑を適用すべきと求刑した。傍聴人がどよめく、弁護人が何やら発言する。俺にはもう全てが絵物語、の中のように感じられた。責めを負うことは辛いものだ。あらゆる言葉が断片化して宙を飛び交う。俺はただうなだれ、幕切れを待つ。隣で茜も必死で身を立てていた。木槌の鋭い音が俺を現実に引き戻した。裁判長が俺を見ていた。その視線がちらりと傍聴席に飛ぶ。刑事さんがいて、両者の目線は意味ありげに一瞬交錯した。裁判長はしたたかに判決を下す。おごそかですかね。そして刑の執行当日。はい先生、貴重な医薬品ありがとうございました。二人分の大きな荷物を俺は背中に担ぐ。力がある頃はなんてことのない重さが今ではずっしりと答えた。ええ、バッチリ。はい、ありがとうございます。なるべく自給自足を目指します。ええ、入れてあります。カバンを叩く。荒野で生きる知恵、医療処置、食用植物や薬草などについて書かれた追放者必須の、必見ですかね、のレポートである。出産の知識も掲載されていて、もしかするとありがたい。何しろこれからは全て二人でやっていくのだから。はい、皆さんも頑張ってください。黙ってやり取りを見ていた刑事さんが口を開く。いいんです、俺たちに課せられた刑は永久追放だった。町を離れ山を越え、見通さ地域が俺たちに与えられた土地だ。彼女とも話し合って決めたんですね。ええ。茜の表情は晴れやかだ。危険な土地の測量と調査を私たちで行います。結果はいつかそちらに届くようにします。役立ててください。今後全く町から出ないというわけにもいかないでしょうから。この世界だってほんの少しは発展があるはずだから。実はこういうことは結構慣れてまして。あら、ごっこ遊びだったでしょ。いや、結構本格的だったと自負してるよ。どうだか。俺たちのやりとりに皆が微笑む。次に見知らぬ女性が前に出る。市民代表の方で高砂の襲撃の際に助けた人の一人と、聞く。ああ、どうも。これはすごい。ありがとう。大事に使います。衣服の替えはありがたすぎる。罪人な俺たちには過ぎた、厚遇ですかね。頭を下げた。安西さん、気にしないでください。こっちからお願いしたことですから。触れずに放置される方が自分たちには辛かったんです。世紀の大悪党ってのも悪くはないですけどね。そんな大それた評価、てめえにはもったいねえ。お、来たか。若い連中をぞろぞろと引き連れて吉野がやってきた。吉野だ。ダンじゃねえさ、勝手についてきやがったこいつら。他人数での見送りは自粛とは聞いていたが、いいかい刑事さん。誰だ。なんかあったんじゃないのか。俺は知らねえが、記憶にあるようなないような。 あんま顔近づけないでくれる。ヤンキー顔怖いんで。なんだこいつらは。記憶にねえんだけど。いい加減に生きてるからよ先輩さん。力になれねえで申し訳ねえ。
証言にも出ようと思ったんだが、先生の方が適任だったんだよ。俺みたいのが出張って悪印象を与えるのもまずいし。いいのよ、ありがとう。天王寺、てめえには言うことはねえ。うまくやるだろうからな。そのつもりだ。ああ、あれだ。どうした？ち、何も思い浮かばねえ。くだらねえ死に方はするな。そんだけだ。照れくさいのか、吉野は背中を向けた。おう、そのつもりだ。もらっとくぞ、その言葉。おう。なあ、それと一人、おまけがついてきてんだが。おい、まだいるか？呼びかけると、集団の中から小さな影が飛び出てきた。あ、シマコ。少女は俺と茜の首を束ねるように飛びついてきた。なんだよ、どこ行ってたんだよ、お前は。元気そうでよかった。よかったよ、お前。シマコは涙でぐちゃぐちゃになった顔を上げる。やっと会えたわね。柔らかく微笑み、小さな体を抱きしめる。でも、お別れね。私と違って、お前は無実。救済にはほとんど関わりがない。だから町にとどまり、行く末を見守るのよ。いい？いやいやをするように首を振る。茜の腕を振りほどく。そして見送りに来た人々に向き直る。私がやりました！言葉を発した。泣きながら叫ぶ。私が考えました。私が計画しました。だって私全部説明できます。私救済のこと全部話せますから。私がやったんです。だから小太郎、茜、やってません。やっ、言葉を。転写が随分と進んでいたのね。私です。私を罰してほしいです。私が悪いんです。私が、どうか私を。後ろから肩に手を置いた。もういいよ、シマコ。わたろう。無茶すんな、まだわからんことだらけだろ。そういうわけにもいかないさ。茜がシマコの前にしゃがむ。記憶を思い出したのね。でもそれは本当の体験じゃないのよ。わかるでしょう。わからない。わかりたくない。それは私からお前に流れていったものなの。だからシマコ、お前もいずれ私の記憶と知識を継ぐ。悲しみや諦めや苦しさも継ぐでしょう。でもお前は生きねばならないの。死んではならない。生きることを諦めても、辛くても命を選択しなさい。そして聖女であることを恐れずに生きるの。いいわね？できないよ。どれで？お前の記憶が私たちの絆になるのよ。そしてお願い、私とは違う人間になって。私とは違う考え、違う思い、違う行動をしてほしいの。過去に引っ張られず自分の人生を生きてほしいの。いいわね？サメサメと泣くシマコを茜は愛おしげに抱いた。転写関係にある二人の間には疑似的愛情が発生する。だけど茜の笑顔もシマコの涙も偽りのものとは思えなかった。恋は錯覚、愛も錯覚。もしかすると茜に対する俺の気持ちだってそうかもしれないのだ。
だとしてもきっと俺は気にしないはずだ。島子は先生に預けられる。俺と茜は荷物を持つ。皆を見渡した。どうかみんな健やかに。おう。たくさんの別れの言葉があふれるほどに戻ってくる。俺は涙ぐむ。行こう。ええ。歌でも歌おうか。いやよ、恥ずかしいもの。俺以外の誰も聞かないのに。そうね、小太郎も歌うのならよくってよ。歌う。どんな歌がいいかしら。どんな歌だっていいよ、好きな歌を歌おう。そうね、なら二人は荒野を目指す。誰にどんな迷惑もかからない土地、社会なき世界で俺たちはきっと希望を探していく。Thank you.
はい、ということで以上が茜ルートになります。すごく長い、動画となってしまったんですが、最後まで見てくださった人はありがとうございます。いつも通りちょっと感想を言いたいんですが、もうこんなに長い動画なので、もう終わってくださっても構わないです。ということで、感想を言います。茜ルートですね、なんかもう他の今までのルートと違って、もう茜含む正常の人たちがね、世界をもう崩壊させてしまうという、すごいルートではあったんですが、まあその中で起きた、まあ、戦いやいざこざは確かにすごい 見応えがあったんですが、まあ、それ以上にやっぱりその後のことですよね。あまり書かれない、後のことでやっぱ罪というね、重いものが二人に、まあ主に茜にのしかかるわけなんですけども、それをどうやって、償わせるかとか、弱り切った茜をどうするかっていうのをね、主人公がこううまく立ち回った結果があれでしたし、その以前に行ったね、主人公の行動なので、最後のね、見送りの温かい人たちの言葉があったということで、すごい感動したし、うん、やっぱ島子がね、やっぱ最後になってこう止めてきて喋るっていうシーンもすごく涙がね、出そうでうるうるしました。はい、ということで次からはの動画は、最後の一応ルートになります、しずるですね、しずるルートパート1ということでお送りしたいと思います。本当に長い長い間ご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。